皆さん、こんにちは。NHK に所属する桑子真帆アナウンサーは、2010年入局のベテランアナです。2015年に担当した人気番組、ブラタモリに、アシスタントとして出演したのを機に、その素朴な癒し系のルックスと、明るいキャラが視聴者に受け、桑子真帆アナが可愛い、と話題に、各媒体の好きな女子アナランキングでも、常連の人気アナウンサーになっています。そんな桑子アナの経歴や、俳優小沢幸義さんとの熱愛結婚報道、フジテレビの谷岡慎一アナとの結婚から離婚経緯、元セフレが暴露した肉食っぷりについてご紹介します。桑子真帆アナウンサーは神奈川県川崎市出身、桜友学園女子中学校、高等学校を経て東京外国語大学外国語学部チェコ語専攻を卒業後、2010年4月に NHK にアナウンサーとして入局しています。初任地は長野放送局でした。全国放送では2012年4月4日に夕時ネットワーク、2010年10月9日、2012年6月10日、2012年11月4日に着信5例携帯大喜利に出演しています。3年間勤務した後、2013年4月からは広島放送局に移動し、おはよう広島のキャスターを2年間務めています。その一方では、2013年10月6日から NHKBS プレミアムで放送されている夜の笑っちゃおのお姉さん役を務め、月に1回東京に出張して収録を行っています。2015年2月3日 NHK の新キャスター記者会見において、人気バラエティ番組ブラタモリの復活と、その新パートナーに桑子アナが起用されることが発表されています。ブラタモリとは、街歩きの達人タモリがブラブラと歩きながら、知られざる街の歴史や人々の暮らしの謎に迫る気候バラエティ番組であり、レギュラー第3シリーズまでタモリとコンビを組んできた久保田由香アナから引き継いでいます。その一方では、 NHK ニュース7の平日サブキャスター、首都圏ニュース845の平日キャスターも務め、オリコンの好きな女性アナウンサーランキング2015において初登場で第5位に選ばれるなど、人気アナウンサーの仲間入りを果たしています。2016年度からは、それまでの担当番組をすべて降板し、4月4日から平日夜の新報道番組ニュースチェック11のメインキャスターを1年間担当しています。そして2020年3月30日より、おはよう日本平日担当者の涌田真由子アナと入れ替わる形で同番組のメイン MC を担当しています。2020年4月22日には、ニュースポスト7が桑子アナと俳優小沢幸義さんのツーショット写真を掲載しています。記事によると、2人は昨年から交際をスタートさせ、4月中旬には小沢の自宅でのお泊まりデートを楽しんでいると伝えています。小沢幸義さんといえば、世界的指揮者小沢征爾氏を父に持つセレブであり、かつては女優の杏さんとフリーアナウンサーの滝川クリステルさんとの三角関係が報じられたことがありました。二人が出会ったきっかけは、2018年7月に開かれた親友の和田雅人さんと、桑子アナの親友でタレントの吉木里沙さんの結婚披露宴の席であり、2019年から交際スタート。同年春に桑子アナが小沢さんの自宅近くに引っ越しており、徒歩で行き来できる近距離で愛を育んできたということです。その後、2021年1月1日にはサンスポが2人が年内にも結婚する可能性が浮上したと報じています。記事によると、2人は互いの両親に紹介を済ませており、両家公認で順調に愛を育んでいると伝えています。また同日のスポーツ報知でも、二人が結婚すると報じ、徒歩15分圏内の近所に位置する互いの自宅を頻繁に車で行き来するオープンな交際を続けており、親しい友人や関係者には
結婚前提の交際であることを報告しているといいます。その後、同年9月1日には各メディアが2人の結婚を報じています。この日は父親の小沢征爾氏の86回目の誕生日であり、暦の上での吉日にあたる一粒万倍日も重なる日を記念日に選んだということです。2日には小沢さんがコメンテーターを務めていた日本テレビ『スッキリ』で結婚を生報告しています。桑子アナに最初に会った時に向こうの目を見て、あれ、この人なんだと思ったと一目惚れだったことを告白し、僕の方からお付き合いしてくださいと言いましたと明かしています。またデートはお互いの家を行き来して配信ドラマを見たりしてきたそうですが、コロナ禍となりお互い相談など話をする時間が増えたのが良かったのかも、自然と結婚に向かっていったと説明。今では真帆、幸義さんと呼び合っていますと明かしています。また二人の間にまだ子供はいません。そんな桑子真帆アナですが、実はこの結婚は2度目の結婚なのです。桑子アナは2017年に谷岡真一アナと結婚していました。二人の馴れ初めはもともと2010年入社組の同期の間柄であり、学生時代にアナウンサースクールに通っていた頃からの知り合いで、本格的な交際に発展したのは桑子アナが東京アナウンス室に異動になってからだということです。二人とも音楽が好きで、桑子アナは楽器演奏、谷岡アナはピアノ演奏という共通の趣味で気が合ったといい、すでにごく身近な番組スタッフや共演者には二人とも実はお付き合いしていますなどと報告していたようです。また二人とも明るくフランクな性格とあって、交際を隠すことなく周囲も温かく見守っていると伝えていました。その後、2017年5月11日に各メディアで二人の結婚が報じられています。報道によると二人は近く新居で同居生活をスタートさせ、桑子アナが30歳を迎える5月30日に東京都内の区役所に婚姻届を提出する予定だといい、二人はそれぞれの上司や親しい人間に挙式、披露宴は来春できればと話していると言いたそうです。また他局のアナウンサー同士の結婚は、2012年11月に結婚した NHK の先輩アナである広瀬智美さんと増田和也さん以来2組目で、非常に珍しいケースであったそうです。しかし結婚報告からちょうど1年後である2018年5月31日にサンケイスポーツが2人が近く離婚すると報じ、6月3日に離婚届を提出しています。関係者によると離婚理由は多忙によるすれ違いからだといい、独身の時のようにゆっくり食事やドライブに行けなくなった、最初のうちは一緒に晩酌を楽しんだりしていましたが、一緒の時間をなかなか持てなくなり心が離れたようですと伝えています。また多忙が続いたため結局は結婚式も挙げず、新婚旅行にも行けなかったようです。バツイチながらも今は幸せな桑子アナですが、大学時代にセフレがいたそうで、その方から肉食っぷりを暴露されています。東京外国語大学の先輩と後輩という間柄だった桑子アナと A さん。 A さんはサークル内はもちろん他大学の学生にもモテモテでした。僕と彼女が男女の関係になったのは初めての飲み会から約2ヶ月後、それまで複数人で何度か会っていたのですが、二人だけで飲むことになり、盛り上がってこちらから誘ったのがきっかけです。しかし当時桑子アナにはすでに彼氏がいたそうです。そのため A さんと桑子アナは周囲には自分たちの関係を秘密にしていたそうです。 A さんは彼女は実家から通っていたので、人目に触れないように私のワンルームマンションかホテルで会うことが常でした。恋人関係にはしてもらえなかったので、デートらしいデートはほとんどしたことがありません。私との関係を続けつつ本命の彼氏も何人か変わり、私とは数ヶ月会わないこともありました。彼女は新しい彼氏ができるとわざわざ私に報告してくるんです。僕の存在は一体何なんだろう
と落ち込みましたねと語ります。クワゴアナは好きになったらとにかく突き進む性格だったと言います。狙った男性に交際相手がいてもお構いなしだったと言います。 A さんは男選びはとにかくビジュアル重視、友達の彼氏が一番スリルと背徳感があるそうで、ちゃんの彼氏はイケメンすぎる、デートしてみたい、自分の彼氏より良かったとも僕に言っていました。交際相手がいる男性と遊ぶことを彼女は不倫デートと呼んでいて、女友達の彼氏と陰で関係を持ったことは私が知るだけで何回もあります。多い時には僕を入れて同時に三股交際していたこともありましたと語ります。クワゴアナは学生時代かなりモテたそうですが、それについて A さんは彼女は酔うとあの大きな目がトロンとして、普段は低めの声が猫なで声になり、指が細くて綺麗とか言いながら甘えた感じで触ってくるんです。私も虜になった一人ですが、狙われた男はほぼ全員彼女に惚れていましたと語ります。クワゴアナは NHK 入社後長野放送局所属になりますが、同期入局で広島に配属されたジャニーズ系の記者と遠距離恋愛していたそうです。しかしクワゴアナが長野から広島に移動する頃にはもう別れていたそうです。一方その頃には一般企業に就職していた A さんですが、二人の関係は社会人になってからも続いていたそうで、彼女が地方局に勤務していた頃は数ヶ月に一度私が彼女のマンションに行く形で会っていました。彼女が自宅のベッドのマットレスを変えた時、古いマットレスを捨てずになぜかベランダに放置していたことを覚えていますと振り返っています。ここまで長い付き合いになると、クワゴアナにとって A さんはセフレである以上に何でも話せる気の置けない存在だったに違いないですが、 A さんがある時電話してみるといつの間にか着信拒否されていたそうです。 LINE もブロックされていて、それ以降は一切連絡を取れていないんだとか。 A さんは何の前触れもなく突然捨てられたんですと語っています。いかがでしたか。今回はクワゴアナの経歴や過去の結婚、意外な肉食女子な一面をご紹介しました。若い頃はたくさん遊んでいたようですが、結婚後はそういった報道もありませんので、更生されたのかもしれませんね。しかしながらきっと対以上の関係を築いていたはずの A さんに対する対応はいかがなものかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。